せーの、いやーいやーいやー、前回はどこ行ったんだっけ。前回死んだんだよな。1階のなんか紙見て死んだんだよな。そう、それ調べたじゃん。調べて何もできなかったじゃん。何もできなかったじゃん。いた、バラのトゲが刺さった。え、バラは毒を持っていた。自分の体中に毒が回る。そんなことあったっけ。あれゲフ。あいいぜ。いいじゃん。こういう即死みたいのがあるんだね。なるほどね。なるほどね。ここら辺も読んだっしょ。読んだよ。もういいじゃん。まあ一応ね、なんかこれでフラグ回収みたいな。ないから。ないか。ない。で前回下行って。いやないから。下はあるよ。明日はある。ここでこいつと会って、それで、はい。で死なないよね。いやでこれ調べて死んだんだよね前回。まず女子トイレ入ろう。女子トイレ後新大陸だ。なんか笑い声聞こえたの。あごめん。ええこれなんもないじゃん。なんだよ、なんもないんかい。男子トイレここは臭い臭い。おこれチャラ。おなんだ。いやー来ないでー。お、乙女。あれ乙女ってもなんかさ、乙女じゃないのかよ。そうなの。トーム助けてー。あー、早っ。めっちゃ早っ。トームいやいや助けないと。何か音量、悪霊を追っ払う道具は持ってないけど。ボイスやるよ。うん、なにあいつめっちゃ待ってくれてるけど。誰か死んでるけど。めっちゃピンチの時ノックしてる。あ、消火器。消火器でいいじゃん。うん、悪霊を消火器で倒すっていう。あ、もう死んじゃってんじゃん。乙女さん。お、よくも乙女さんを化け物の目これでも食らいなさい。バルス、これぞまさしくバルス。いや、助けるならもっと助け方あるじゃん。なんで乙女ちゃんも…助けなさすぎるでしょ。なんで乙女ちゃんもそうした。乙女ちゃんの死体にさらに追い打ちをかけてるからね、こいつ。本当だよ。普通に乙女ちゃんの死体踏んだし、しかも。しかも乙女ちゃん死ぬの早すぎでしょ。あ、いや、助かると思ったわ、俺。でもだわ。仲間だよ。普通にこのゲームだから結構上位で可愛かったよ。バット、これアイテムで…あー、そういうことか。あ、装備できんのか。いやもう何に使うの。本当だよ。とりあえず1階はちゃんと全部調べてこう。お、外普通に出れんだ。出れんの。え、何ここ。あ、え、いや待つ。え、なんか広くね。行けるとこ多くね。あそこ入ろう。これ何。わ、分かんない。え、乙女墓。乙女の墓。あ、これそういうこと。これ絶対もうみんな死んだ。フラグ、死ぬフラグ。そうだよな、これ絶対死ぬんだよな。みんなトーマ、絶対次トーマじゃん。ああ。で、あれは助けられなかったの結局。いや死んだじゃん。まあ助けられなかったんだよなあれは。そうだよ。まず一回調べてこう。保健室。エッチな部屋ですね。エッチだね。保健室といえばやっぱ。エッチですね。エッチだね。保健室イコールエッチですね。そう、保健室ってやっぱエッチだから。やっぱエッチだから。そう。まあ、ペットの上これ歩いてね。お、一眠りしますか。ちょっと待って、一回セーブしてから。エッチだね。エッチしよう。誰ぞ、一人じゃねえかよ。あ、あ、これ寝たら死ぬフラグだったじゃないこれ。あー、なんかやっぱ即死系多いな。あ、ちょっと、うん、ただの嬉しか。どうだよ、ビビらせんなよ、全然怖くねえよ。うわー、誰だよ、今度そいつ。なんでここで死んでんだよ、大丈夫か。ロッカーで死ぬって結構。あ、吉野、助けてー。吉野って誰だっけ。お、イケメンランキング、1位、金田一一郎。うん。いや、あのイケメン、トーマくん入ってねえのかよ。だから、なんやねん。これは大丈夫か。あっ、どういうこと、うん、え、え
どういうこと。ちょ待ってよ、そんなんで死ぬか。ちょ待って待って、ゲームのタイトル、俺らの実況のゲームのタイトルギャグとかって書いたじゃん、うん、ギャグだね。ギャグですね。危ない危ない危ない、調べるとこだった。トリア溜まっててる。危ね。待って待って、何、カプセルを制御する機械のようだ。マイクっしょ。なんか入ってんじゃん、ここに。本当だ、右のどこに。緑のやつ。機械を起動させるにはスタンドディスク。ああ、そういうことか。これ何、誰、見れない。下行こう。下下行くか。あ、うわ、わわわわわわ、何これ。腹の割れた大きな男の遺体だ。その大きさはヘジュンの2倍以上あるだろう。マジかよ。これ何、誰お前。おお、おめえかよ。助けるか。助ける。いや、助けなくていいか。てめえふざけんじゃねえぞ、あとでどうなるか覚えとけよ。なんか他にねえかな。ないね。これは、あー、ねえわ。ここなんもなかったね。あ、選択肢2つしかねえんだよな。お、スイッチがある。押してみよう。あ、いいことを考えたね。ちょ、押してみよう。え、押してみよう。うん。はぁ、期待を裏切んなよ。てか、バットですね、ヨシノ殺せ。何やってんのお前。俺何も押してねえよ。近づいたらダメなんだよ。近づいたらダメなのこれ。何よお前。こっからかよ、もう。しょうがねえな。しょうがねえな。くそ、ぶっさいくない。うん、あれゲーム的にこれ助けられるんじゃね。助けてあげてもいいけど、吉野っていつも誰かのことをいじめてるわよね。はあ、あー、何それがどうしたってね。今後弱い者いじめはしないって誓ってくれたら助けてあげてもいいよ。データここでね、絶対分かった分かったっつっといてね。そうだよ、もうしないからとっとと助けてよ、早くしないとあいつが戻ってきちゃう。あいつ、あいつ、あ、戻ってきた、あいつ。へえ、来たー、ドイツ。うわ、やば、実験にあれされちゃう。あー、どっか隠れる場所。ダンボールでしょ。え、ダンボール余裕でしょ。あ、ダメか。あれ、出られない。ハハ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 ハ。いや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 、ヨッシーの、ヨッシーの、やっぱダンボールじゃない。ダンボールだな。ダンボールだよ。あー、助けるよ。なんだよヨッシーの。ヨッシーの、なんでこうなってんのこいつ。ヨッシーの、ちょ、冷蔵庫入ってみね。冷蔵庫入るか。あ、冷蔵庫大丈夫そうだね。大丈夫そうじゃない。あ、セーブできねえ。いや、実験最初どこ隠れ場所。入れない。あれ、俺、あ、ここ行くよ。うん。うわ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 、マジかよ。どうか気づかないで。気づかないで。これヨシの何の音。ヨシのピンチじゃない。ヨシのピンチじゃん。ヨシのピンチ、ヨシのピンチ、ヨシのやめてピンチだってよ。ヨシのピンチです。ヨシのがピンチです。ヨシの死にました。あー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 、ヨシの死にました。おお、なんかチコリータみたいにできてんだけど。いやー、体が血まみれだわ。どこであれ流されちゃう。そういうもんだよ。ええー、あれ何これ。これ何、何これ。ヨシノ、ヨシノ、ヨシノがピクミン見たくなっちゃったけど。いっけない、ヨシノのこと助けるのすっかり忘れてたわ。てこいつ本当は死んでほしかったんだよ。主人公ちょっと怖えな。怖いな。押してみる。え、死ぬんじゃないの。お、待って、え、待って待って待って。あ、セーブできるよ。ちょっと触れていい。いいよ。可愛くね。まあ、可愛いけど、なんじゃ、いや、触れろよ。いいよ、いいよ。なんも起きねえじゃねえ。可愛い、可愛い。なんも起きねえ。なんも起きねえわ。なんかアクション、あ、お前さ、またかよ。もうふざけんなよ。お前絶対やると思って。ふざけんなマジで。だこっからだから。本当に。マジでさ、こう最悪、本当やなんだけど。お前本当ふざけんなし。血まみれのまんまなんだけど。シャワー？
なんかあんじゃない、コイスみたいな。ああ、セーブショックか。じゃあ一人だろ。女子、あ、そこで洗えんじゃない、水。ああ、ここなんか血じゃね。ほんとだ、ダメだ、無理だ。ああ、2階行くか。じゃあこっちしかねえじゃん。あ、待って、こっち側は、あ、こっち側から来たんだ。そうだよ。じゃあ上か。こっから、あ、まだ上あるな。ひれえ、広いね。ここは何、何、ロッカー。めっちゃどんどん、ロッカー、ここ、ロッカー、うん、うん、はい。お、先生、せ、コードギアスじゃん。あ、化け物。え、違います先生、私ですよ、血まみれですけど。あら、あった。ちょっと先生、あ、血落としたらなんか、あの先生、あー、そういうことか。違うのかな、やっぱいろいろ変わるんだな。ちょっと待って待って、何してん、何してん、何してん。ここは同じでしょ、同じでしょ。ここはワープ機能がつか、いきなりなんだよ。なにこれ、ここ図書室、あれじゃないの、こいつ何、あの図書室のあれじゃないの。うん、あー、あたたたた、あなたは生徒会室にいた、吉野です。ヘジュンです。ヘジュンです。図書室さん、覚えててくれたんですね、嬉しいです。あー、人とお話するの何年ぶりかな。え、ヘジュンさん、私お友達になってください。いきなりダメですか。なろ、なろ、このことはなろ、なろ、本当に嬉しい、お友達なんて初めて。でも図書室さんってなんだか呼びにくいな、本当の名前教えてほしいな。それならヘジュンさんが呼びやすい名前をつけてください。来たぞ、来たぞ。あー、来た、来たー、任せろ。じゃあまた目つぶってやろう。何、今度は何、俺だけ。じゃあ俺最初一文字目つから、目つぶって いくよ。一人何文字、一人、うん、一人二文字。いいよ、はい、じゃあ俺最初打つから。いいよ、いいよ、はい、じゃあ俺打つよ。はいはい、打った。はい、いくよ、うん、はい、じゃあ俺打つよ。はい、オッケー、グビヘジェね。グビヘジェ、グビヘジェ。ちょ、俺なんで俺たちさ H と J 押したがるの。なんで、本当だよ。H の方、次必ず J 来る。だよ、これ N つけなくてよかったの。素敵ですね、素敵なお名前です。これからはグブヘジと名乗ります。グブヘジ、あー、いいお友達、いい響きです。それじゃあ、それかヘジュンさん、困ったことがあったらいつでも私のところに来てくださいね。私なんかが出すかわからないですけど、どんなこと言われて。お前な、グブヘジェ、な、グブヘジェ、グブヘジェ。ああ、すべていくとアイテム出るよ。ああ、装備しなきゃいけないんだ。いや、バト装備してんじゃん。ああ、そういうことか。これはリングコマンド。うん、グブヘジェ。ああ、ああ、図書室は生徒会室にパ、ああ、いいじゃん。え、すげえ強いじゃん、使えるじゃん。強いじゃん。クイックセーブが、うん、ああ、そういうことか。あ、じゃあちゃんとしたセーブデータではないんだな。なんだ、結構やりやすいな。2階の廊下に現れる小さな女の子の幽霊はしょっぱいものが苦手らしい。なの、うーん、メモ。君は人を殺すときどうやって殺す。僕はバットで殺した、そうからって。ああ、じゃあ俺もバット持ってるからね。あの、図書室殺しよ。いや、グブヘジな、グブヘジ殺しよ。まだあいついいやつだから。まだ一に抱いた幽霊は悪霊と化し、醜い化け物で演舞する。恐ろしいや。じゃあ、ここは噂では鬼ヶ原会長が秘密のパスワードをどこかに隠してるらしい。会長を調べてみたがわからない。それにしてもセーブとロード以外にすることはないのか。のっさんは、お、誰か来たよな。うるせえよ。キャンセルキーを押しっぱなしすると文書に早く理解できるぞ。ああ、寝れたりはできないんだね。お、持ってけた、持ってけたし。なんでだ、持ってけたし。ここら辺もじゃあ、しら、あ、ダメか。矢印あるってことだけでしょ。ヒント特にない。クブヘジはまあ、あとで一緒。うん。とりあえずワープ使ってさ、一回セーブでも、生徒会室飛んだらセーブできるでしょ。こいつを使うときが来たわ。なんだこの鍵。本当だよ。こっち行って、でまず体を洗わなきゃいけないでしょ。うん。なんで図書室にアップしなかったの。あ、そうか。図書室使えんな。ここは絶対ダメでしょ。いやー。
どうする、まあ、見とくか、見とこ見とこ、好奇心旺盛、好奇心旺盛な僕たちを許して。まあですよね、まあですよね、まあこれがグブヘジェ、グブヘジェですね。足音なんで逃げた、待って待って待って、他のとこもちょっと一応下、こっちの下の方から行ってみよう。いやーここなんか来そうだな、なんかいたしな。おいおいおい、無限ループしてるんじゃないかなこれは。あーそういうことか、うん、ってことはここに悪霊の気配がする。あーでしょっぱいものがないとダメってことか、バットで殺しちゃいのよ。あーそういうことね、じゃあこっちはいけないんだね、ションベンプかければいいんじゃない。あー確かにしょっぱいもんね。なんでわかんの。俺適当に言ったんだけど。なんだよ、うるせえし、びっくりした、うるせえし、こういった瞬間に隣で叫ぶなし、いないびっくりした。それ後ろ見ちゃダメなんじゃない、ん違うのかな。 Well, very happy、 そうそう、目だよ、これクールからね、スパン、なんだあいつ、後ろ見ちゃダメってことか。カゴメトレルンテカゴの中のと。え？絶対死にフラグじゃんこれ。おい！バック。こういうのあんのかい？あ、あぶねえ、ここで全部したら完全に積んでたわ。ハメ入っちゃうけど。これも三回行けばいいでしょ？うん。ああ。どっかで体洗えると思うけどな。なんだよこいつ。めっちゃなんだこいつ。多分矢印あるとこ。しか、うん、行けないんじゃない、いや教室しかなくね、廊下に嫌な、お大丈夫だ、よかった、安全な教室もあるの。あーいる、あこれトーマじゃね、ブルブル、お前タケシ、トーマくん、うわうぎゃー出た、殺されるで、ちょっと落ち着いて、私ヘジュンだよ、ヘジュン驚かせねえ、なんで血まみれなんだよ。トーマくんって普段強がってるけど本当は臆病者なのね。なんだと、乙女さん、おお乙女さん死んでったよ、乙女か、お俺のせいじゃねえぜ、俺はよく似てるんだ、全部みちおのせいじゃ、くっしょこのままじゃみちおに殺されちまう、へじゅん助けてくれ。助かりたいなら私に協力して私と一緒にミサオちゃん助けるの。はあ冗談だね、ミサオのせいでこんなことになったんだじゃ、なんであいつを助けたってなんだった。なら一緒のところを怯えてれば、トーマ君がどうなってまだ知らないから、じゃあね。まあ、待って、分かった。何でも協力する。だから、一人にしないでくれ。しょうがないな。はぐれないようにしてよね。ああ、分かった。じゃあ行こうぜ。なんか、すげえなよなよし始めたら、こいつ。ああピコン。あ、死んだ。死ぬの早くね、これだったら。グフ。あ、死んだ。え？トーマ君。トーマ君、しっかりして。おう、ゲフ、ゲフ。よかった、まだ息があるみたい、どこから血をしないと。保健室でしょ、持ってったよ。もどうやって持ったの。セーブ、こっちどこで治療するの、誰今度こいつ。なんだよ、うわあ、うわ、やだ、無理無理無理。は、なんだよ、もうさっきんね。今何じゃ、なんかこう絵が出てきそうだったじゃん。いや出てきそうだな、今分かったじゃん、急じゃなかった、分かるよ、じゃなんでそびっくりした、なんだよふざけんなよバカ、お前学習力なさすぎでしょ。ああなんだよ、え非常ベルか、えあそれあれじゃないの、ん生徒会、おおそういうことね、てかあの花瓶さ、うん、バトでぶっ壊せないの、校長室にある、違うのかな、じゃあ今回ここで割るか、早いかな、いやいいよ、怖いんでしょ、うん、割るか、あのね一言言っていい、うん、さっきあの怖かったじゃん、女の人バッて出てきたじゃん、落ちてきて、いや俺は怖かったの、 あ、はいはい、あそこで、はい、一つ俺の体に異変が起きた、お腹が痛い、さよなら。チャンネル登録よろしくね、スマホの人はパソコンの人と一緒に下をクリックしてね。